おはようございます。ご覧のように屋根には雪です。なのでまあこっからね、部屋から蔵王を見ながら、読書したいと思います。まあ少しね出かけるかもしれないんですけど、車で、移動する時間もったいないので、まあ、ちょっと家で、読書したいと思います。またね動画回すと思いますんで、よろしく。はい、そんなわけでね、今日は一日まあ読書したり散歩したり、そんな感じで、移動時間をね、まあ、車でドライブとかすると1時間2時間あっという間に経ってしまうので、その分ね溜まってる読書をしたいと思います。で、最近ねこちらの世界史勉強してるんで、あ、この三脚の足が入っちゃってるのすいません、画角の中に入ってますね。で、最近はね世界史を学んでて、で、ウクライナのことね知りたくて、まあ、世界史勉強してます。で、やっぱりその今はコロナですよね。これ読むとひどいですね。なんか10年間の東日本大震災の10年間の復興予算が32兆円なのに、コロナは3年で104兆円使ってるそうです。もうひどいね。これはもうこのまま使い続けたら本当に国家が沈没する可能性もあるぐらいの膨大な予算をつぎ込んでる割に、なんか成果上がってるのかどうなのかっていう感じですよね。世界で一番今感染者数多いんでしょう。ひどいコロナ利権ですよね。コロナ対策とマスクなんかも保管するだけで6兆円かかってるらしいからね、アベノマスク。まあちょっとこれをね勉強する。で、その流れでっていうか、その今コロナなんかを調べてると、やっぱりなんて言うんだろうな、こうどうしても、まあ、大したその風邪ぐらいのね症状しかないのに騒いでて、でこれまで風邪に対してその、まあ、変異が早いからねウイルスが追いつかないっていうのはまあ常識だったと思うんですけど、あ、ウイルスじゃない、まあ、これ言うとなんかこんな私みたいなチャンネルでもまずいかもしれないので、お注射ね、お注射間に合わないかもしれないんだけど、変異にね対してかもしれないんじゃなくて間に合わないから、まあ、いたちごっこになってね、そのお注射なんかはまあ作ろうとも考えなかっただろうと思うしね。そもそも風邪だったら、まあ暖かくしてビタミン C でも飲んで寝てるのが一番いいですからね。まあ、にもかかわらずなんか騒ぎすぎてるからおかしいなって調べていくと、やっぱりね金融資本っていうんですかね、そういうのが裏にあるんじゃないかって、私なんかもねちょっとこうそういう情報もまあ聞きましたんでね、勉強しようかなって思って林千勝さんの本を読んでます。まあ、皆さんもね YouTube とかでちょっと調べてもらえれば出てきますんで、まあ、ぜひ皆さんもちょっとね見ていただきたいなと思います。で、まあうちのね本棚にある本を読んで処分するシリーズっていうかずっと私の動画見てくださってる方はね断捨離やってて、その家にあるね本を読んだら処分するっていうのを、やってるっていうのは知っていただいてると思うんですが、これもね、まあ、1回2回は読んだんだけど、まあちょっと家の本棚に置きっぱなしにしてある本なんですが、般若心経ね、で空についてこう書いてあるんですが、まあ、空っていうのを知ったところで、そこにどうにたどり着くのかっていうね。で、
こっちのね、安富あゆみさんの、生きるための論語の初っ端に、般若心経とは何ですかって、有名なね、お師匠さん、お坊さんに聞いたときに、まあ、空って答えると思うんですけどね、般若心経ってその空について、一切皆空なんて書いてますからね、すべては空である。だけど、先生曰くね、そりゃ般若だよっていうことらしいんですね。般若とは知恵ですね。で、そこに至るための、空に至るためのその知恵が大事だっていうね。なるほどなって、考えたんで、改めてね、その、トマベチさんのね、方には、その、般若について、空に至るまでのね、ことってどういうふうに書いてあるのかなって思って、読み返してみようと思ってます。まあ、そんなね、今日は一日を過ごしたいと思います。また動画撮ります。ちょっと家の周りを散歩してみてます。まあ、こんな感じでね、ちょっと雪が残ってます。まあ、帰ったらね、ちょっとお恥ずかしい話なんですが、湯船に浸かりながら、読書したいと思います。やっぱりちょっと雪が残ってんな。ここなんかも滑りそうだね。すごいね。まあ滑らないけど、うん、大丈夫だね。滑りそうだけど滑らない。やっぱ路地の方はこうやって雪がありますね。うん、風も結構冷たいね。なんか残りそうな感じですね。この坂は結構ね、自転車だと、激坂なんですよ。まあ登って登れなくないけどね、結構頑張らないと。まあ32とかね、32丁とかだったらいいんだろうけどね。まあ通勤用のやつ、いくつなんだろう。28ぐらいだったかな。まあ結構きつい坂です。夕方はね、紀伊国屋の入ってる、商業施設の、まあ、本屋とかカフェなんかにちょっと行ってみようかなって思います。それまではね、ちょっと家で読書したりしてます。商業施設に行くのはいいんだけど、この足元だと、チャリだと厳しいな。どうしようかな、歩きかな。行くとしてもなんか心が折れそう。まあウォーキングだと思えばいいのかな。今日室内でもちょっと自転車こぎたいですからね。今度のね火曜日、77歳のね方と、登山、スキー登山に行くので、まあ少しやっぱり今日体力作りしておきたいと思います。12時回ってね、ちょっと日が差し込んできてるんですが、2時間ぐらいでこのコロナ利権の真相、鳥止まり徹さんのやつとですね、こちらの般若心経読み終わりました。トマベチ秀人さんで、まあこの訳はね、般若心経の
跳躍は良かったように思うんですが、空をねイメージアファメーションして、まあ、そこにねこう向かっていく選択がね実は幸せなんだよっていうところはちょっと私としてはねまあ進む方向とちょっと違うかな、私の気に入ってるね考え方とちょっと違うかなって思います。でその幸せとはゴールに向かう選択することであるって書いてあるんだけど、まあここから脱却したいっていうのが私のね最近の考えです。それは元となるのがねこの安富さんのね選択の自由からの脱却っていうことで、自由なねことっていうのはたくさんのね選択ができるっていうのも自由だっていうねふうにまあ考えがちなんですが、まあ自分らしくね伸び伸び生きるっていうのが本当の自由であるっていうねことなんですよ。でまあアファメーションするっていうのはいいと思うんですよ。そのなんとなくねまあ暗黙のうちに感じ取る暗黙知っていう、こうなりたいっていうイメージがあるならねなんとなくそっちに向かっていくと思うんですし、あとまあ、そこを目指してまたね別な方向っていうんですかね想像もしてなかった幸せを、まあ、感じることもあるので、まあ、必ずしも目標や夢がね達成しなくても幸せになる方法っていうか幸せになれると思うんですが、まあねその夢に向かってたくさん選択肢があってそれをこうね最善の選択をし続けるっていうのが自由で幸せだっていうところから私は脱却したいと思ってるんです。でまあこの本の安富さんの本の中にも紹介されてる、まあ私の好きなねミハイル・エンデ、モモとか、果てしない物語とか書いてる方ですが、自由の牢獄っていうね物語があるんですよ。まあそれ見てねやっぱり選択してその選んだ人生やものっていうのかな事柄をに責任を持つっていうのはなかなかね難しいこと、まあ、できないよっていう話なんですけど、まあ本当にその通りだと思います。なのでちょっとねこの選択することがその、まあ、確かにその自分の夢に向かって歩んでるっていうのは幸せだと思うんだけど、まあ、そのための選択ができるっていうのが本当に幸せかどうかっていうのはちょっとまだ私も考えてる最中ですね。なのでここにある幸せっていうのはなんか対極、白と黒っていう感じがするんで、まあ私はその安富さんの方を選ぶんですが、まあその反対側にあるねものもまあ一応読んでその上で選択してる、安富さんの方を選択してるっていう意味でこの2冊は白と黒対極にあるので、まあ、持っておきたいなと思います。処分せずに、持っておきたいと思います。まあということでね、まあ、この2冊読み終わったので、さて次ねまあなんか世界史とか読もうかな。まだね12時45分50分ぐらい、まだ1時にもなってないのでもうちょっと読み進めたいと思います。はい、本2冊ね読み終わって、で、どっちだったっけかな、自転車漕ぎながら、いろいろ動画見て、まあ、今平清盛早く大河ドラマを見終わりたいから続きを見た感じだったかな。そんでまあちょっと、いろいろ準備して今3時手前かな、気晴らしとね、ウォーキングトレーニングで、今度ねちょっと紀伊国屋の入ってる、ショッピングモールまで
歩きたいと思います。まあ、気晴らしだね。で、一応ね、世界史の本を、持って出てきたので、一応 そこのショッピングモールでね、ベンチにでも座って読みたいと思います。まあ、それもね、気分転換だね。はい、順調に歩ってます。まあ、歩道にもね、この辺は雪がなくていいですね。で、空はなんか厚い雲、雪曇りって感じですけどね。まあ、また近くなったら動画撮ります。まあ、ちょっとね、この辺まあ、見てても飽きるような動画だと思うんで、まあ、飛ばしていただいて結構です。はい、まあまあ順調に歩いてます。あさってかな、火曜日はスキー登山をするんで、ちょうどいいから行動食のナッツを買っていこうかなと思います。まあ、登山なんでね、まあ、ナッツとかおにぎりとか、まあ、そんなんで過ごしてるんですが、まあ、冬はね、おにぎりだとボソボソになるんだよね。なので本当はパンとかのがいいんだろうけど、ちょっと今小麦は控えてて、まあでもね、手作りのおにぎりでボソボソだけどなんとかしのいでます。まあ、ナッツはねボソボソにならないから行動食買ってこようと思います。いつもね、このモールの方に入ってしまうんですけどね、この右側。今日はこっちのララガーデンっていう方に入ろうかなって思います。左側だね。まあ、この中をウォーキングして少し、ウォーキングします。いつもの本屋に行ってみます。今度向こう側の2号館に行ってみようかな。ゼビオも閉店でだいぶ片付いてるな。エルブレスももうだいぶないのかな。まあ、ちょっとね、あっち側で喋るのも喋りにくかったんで、この空いてる方で喋ろうかな。なんかね、こう消費活動、まあ、何か物をね買ったりとかっていうこと以外に、やっぱり創造的なね、何かを作るとか、なんて言うんだろうな、こう自分で考えるとかね、やっぱそういう遊びの方が私は好きなんで、なるべく、まあ、働いてせっかく稼いだね物を、ただ単にその物を買うっていう喜びだけでね、ストレス発散したりとかっていうことがないように、まあ、読書も思考の遊び、考えることの遊びだし、まあ、こうやってウォーキングなんかもそうかもしれないけどね、まあ、瞑想の一環として、まあ、何も考えないようにするっていう意味でこう歩き回るっていうのは好きなんですけどね。あっちの2号館行ってみよう。まあ、なるべくただ単に人が用意したもので消費するだけっていうことがないようにね、まあ、自分でいろいろ楽しみを作ったり趣味を作ったりしていきたいと思ってます。この間ね、映画館で、来たとこですね、2号館。今からそっちに行きます。
こっちはなんとなく空いてるな。あ、ここのフィットですね。忘れてたけど行動食買って帰んなくっちゃ。食品売り場に行きます。あんまりいい行動食がないから、いただき物のお餅を、温めて当日持っていこうかな。ちょっといまいちいいのがなかったな。とりあえず保存できそうなやつを買って帰ります。はい、それでは。すごいね、肉屋がこんな並んでんだ。お肉全品2割引き。なんかあの夜とかにはないね、夕方だけのやつなんだ。初めて見た。はい、4時50分です。だいぶ暗くなったとはいえ日がだいぶ伸びたな。まだちょっと明るいです。まあこんな感じでね、夕方みんないろいろなところから戻ってきてるっていうか帰ってきてる時間です。はい、今日は特に遠出はしなかった一日でした。まあ割と生活圏の中でね過ごした一日でしたが、今度の火曜日はねちょっと雪山登山に、スキー登山に行ってきます。今度はね滑りっていうよりはクラシカルなねルートで、歩き中心で一応スキーを履いていくんですが、積雪多いとこだからね、尾花沢と、まあ、上井町っていうのかな、宮城県でいうと尾花沢スイカで有名なね宮城県と山形県の県境の山に登っていきたいと思います。はい、帰ってね山の準備します。あとは読書かな。なんかやっぱりねスーパーの中だと読書する雰囲気じゃないから家帰ってやります。はい、動画見てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。